はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。3時をちょいと過ぎました。7月は19日の金曜日ですね。日経平均結局62円安で引けたんですね。はい、ドル円は 157.459 ですね。はい、原油 80.64、でドルウォンですけどうにゃうにゃですね。1387と、なんか変な感じ、このうにゃうにゃ。ドルウォンがですね、一日の大半をうにゃうにゃで過ごすということはほぼ何、朝だけですね、忙しかったの。はい、この後のですね、夜の部、まだ昼の部があと3時間ぐらいですけどもですね、夜の部で大きな動きがありそうだ。なぜ、今週の今日が最後ですからね、ここで多分ですね、当局が出てきて、なんとかーって、温高で終わるんや、つって夜の部で頑張るんちゃいますか。だから、夜の部はですね、温高に触れて1380台の前半ぐらいまで戻すんちゃうんでしょうかね、これは。はい。さて、でもしんどいですよ、これ。本題行きましょう。中国でしてですね、こんな記事が出ています。これ昨日かな。中国自動車業界価格競争が白熱化、外資系メーカー続々撤退、ブランド名も崩れるクエスチョンとなってましてですね、何のこっちゃろうと思ったんですけど、ちょっと読みますね。中国の自動車業界で数ヶ月にわたって価格競争は在中ですね、外資系メーカーに予期した市場利益をもたらさず、逆にブランド価値に大きな損失をもたらした。最近 BMW、メルセデス、ベンツ、アウディを含む国際的な高級ブランドは価格競争から相次いで撤退し、つまりもう値段下げるし買うてという、そういうビジネスをやめたということですね。フォルクスワーゲン、トヨタ、ホンダなどのブランドも価格引き下げによる市場シェア維持戦略を終了させた。もうつまり値下げ競争、値引き競争には入りませんよというふうにしたわけですね。その代わり売れなくてもいいよと、一定の利益を確保するということですね。第一財経や検証中国、これはメディアですね、によると、価格競争による店舗の損失が深刻化しているため、メルセデス・ベンツ、 BMW、 アウディといった高級車市場の主要ブランドは相次いで価格競争から撤退した。東部地域の複数の BMW ディーラーは第3四半期というのはですね、789ですね、BMW 中国と華信 BMW が東部地域のディーラーの販売目標評価を取りやめたため、ディーラーの在庫圧力が軽減され、末端価格の値引きプロモーションの削減が進んでいると述べた。現在の平均車両価格は 1.3 万元上昇している。30万近いですね、が上昇しているということですね。BMW の 4S 店、アフターサービスを含めたの販売員は、現在 BMW 全シリーズの価格が上昇しており、上昇幅は3万から5万元、5万元で100万円ちょっとですね。メルセデス・ベンツ 4S 店の販売員も C クラス車1台を販売するために7万元の損失を出している現状はすることはありえないと述べ、7万元、150万円ぐらいですね。アウディのあるディーラーは、アウディ、の価格が若干上昇していると。まあ、つまりもう値引きやめたんや、ということですね。はい。これは正しい戦略だと思います。ドイツらしいなと思って。まあ、それで日本メーカーも習うんでしょうね。要は安売り、赤字を出してまで安売り競争しないよということに方針を転換したということですね。ドイツという国自体がかつてそうでしたよね。ヨーロッパ随一の工業国でですね、いろんな工業製品があったんですけどもですね、やっぱり賃金が高いでしょ、ドイツっていうのは昔から。で、ドイツ人ってそんな、日本人みたいにですね、
こう、いや、一月何百時間も残業したりするっていう連中ではないんですよ。残業なんかほぼしないんですよ。ということは、自然賃金が高くなるわけでしてですね。ということは、製品価格はやっぱりですね、高級になってしまうわけですね。なんでですね、高い、いいものを少し作って高く売って利益をいっぱい確保すると、そういう路線なんですね、昔から。これはもう1970年代、80年代に日本に追い越されると、GDP で追い越されるという時にそういう路線に変えたわけですね。だからですね、ドイツで、ですね、大衆車を販売しているメーカーは唯一フォルクスワーゲン。他は大体高級メーカーでしょう。その路線でやってきて、他の産業もそうなんですね。ケミカル産業とかも強いですけども、だいたいそういう、こう、良くて、高くて、ですね、利益取れるというものを売ってるわけです。まあ、それに戻ったということですね。でシェアは気にしないと。とりあえず、まあ、健全なビジネスを維持するんだということですね。まあ、もちろんだから売上は減らざるを得ないけどもですね、売上を重視してですね、利益を削って、あるいは赤字なんてもしゃあないや、そんなんて、それやったらあかんやんということでですね、今までですね、月200台売ってたのをですね、別にそれは30台でも構わへんでと、その代わりきっちり利益は取るんやということですね。30台売る規模に販売店を縮小したらいいだけでしょう。もちろんそれ地元の資本やと思いますけどね。まあ、本体がそういう路線で行くんであればですね、提携してる地元の資本もそうせざるを得ないわけでしょう。まあ、そうなってきたということで、どうなるんかわかりません。ただね、ベンツとか BMW って言ったらね、誰も彼も乗るような車ちゃうでしょう。お金持ちが乗る車なんですよ、結局は。なんでですね、そこに戻ったということになればいいんちゃいますか。だから販売台数は大幅に減少するかもわかりませんけども、ビジネスを縮小して生き残れるわけですからね。まあそれでいけるんちゃいますか、ね、トヨタやホンダはね、どちらかというと大衆車であってですね、そういうやり方で生き残れるかどうかはわかりませんけどもですね、赤字を出してまでやる必要はないわけであってですね、でそうでなくてもいつも言う通りですね、あの国はカントリーリスクが高すぎるんですよ、中国という国は。なんでですね、もう現地生産とかしてると思うんですけど、もうそれはですね、もうやめるべきですね。まあ一部ですね、もうやめて、三菱なんかやめて撤退しますよね。もう現地生産はですね、まあやってもいいんですけど、日本の資本を置くべきではないと思いますね。で、資本も人も置くべきではなくってですね、でですね、モンキーモデルにすべきです。つまり最新のモデルは生産しないと。もう君たちにノウハウ全部あげるから、うん、そのモンキーモデルを生産して売りなさいと。でですね、本社にいくらかバックしろよと、利益をね。そういうシステムに変えていくべきではないですかね。いずれね、あの国ってね、体制が崩れますから、体制が崩れて、共産党は終わるわけですけども、時にとんでもない混乱になるんで、その時にですね、大きな損害を出すはずなんですよ、日本企業も。だから今からもう徐々にこう撤退していってもいいんちゃいますかね。はい。ということで、この大期限ですね、中国自動車業界価格競争が白熱化、外資系メーカー続々撤退という記事ですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。